中京 TV スポーツ。はい、じゃあ今日お願いします。はい、お願いします、はい。このチームに入ってから世界陸上とかオリンピックを目指せるかもしれないっていうすごいワクワク感を今すごいもらっているので。急がんでいいぞ。どうぞ78秒。78秒後。後ろ行ってるよ。はい、82秒。はい、終わり。75秒。だいぶやばいよね。私月間400ぐらいだったんですけど、400キロぐらいだったんですけど、今月間650とかでした。先月は 1.5 倍と思ってた。そう、でかいよね。 1.5 倍増えてるんだ。練習かかってるとか、ああ、そうです全部しまいます。私の印象よりもすごくなんていうんですかね、結構真面目にコツコツ頑張る子だし、こう飲み込みも早いですし、継続するなっていうところが印象としては。名城大学時代と世界人時代と、はい、どんなところが一番違う？大学の時は勉強もしながら陸上もやるっていう感じだったんですけど、まあ、特に一日中通しても陸上のために過ごしてるところがあって、自分がびっくりしたのはフィジカルトレーニングっていうトレーニングを初めて積水に入ってから取り組んでいて、走り方の悪い癖だったり、ここの筋肉が弱いだったり、あ、ここが悪かったからこの怪我が多かったんだとかいうのを根本的な原因から今改善できているので、これからもっと速くなれそうだなとか強くなれそうだなっていうのは感じてます。まあ相当悔しかったのかな、まあ手が届くところまで来てるんで、まあ自分の中で絶対出せるっていう自信があるから、やっぱりやりたいっていうふうに言ったんじゃないかなっていうふうに思うんで、一番はね、僕ね、後輩たちにね、この姿を見てもらいたいなっていう、やっぱり感じる部分はたくさんあると思うんで。引退したにもかかわらず練習に参加させていただいてありがとうございますみたいな、すごいなんかなんでいるんだろうみたいな感じだと思うけど今すいません学生新記録なので、はい、実業団で練習するよりかはやっぱり名城大学のとして米谷先生の指導で練習をして学生記録を出したいというか、もうちょっと追いかけるんでよろしくお願いします。もうされるとね出すしかないよね。アジア室内経験したら、はい、もう一回行きたいってなります。すごい楽しくて、はい、メンバーの皆さんたちともう一回会いたいって思ったし、日本
のレースは経験できないことがすごいたくさん経験できたので、すごい自分にとってはいい経験になりました。アジア室内の地震のままいけるって思ったんですけど、その後思いっきり怪我しちゃって走れなかったんですよ。このままじゃ15分10秒は出せないなって思ってたんですけど、学生心を出すために名城に残らせてもらって練習もしたわけだから、すごいいろんな人に迷惑かけると思って全然言えなかった。自分の中ですごい食べ込んだ部分があって、試合から、ね、やっぱり遠ざかるとか逃げる選手になっていくから、うん、ダメな状態で試合に出そうと俺も思ってないから、うん、な。野口さんが私に話してくれたのは、なんか今すごい走らないといけないって思ってないって言われて、まあ、世界も今年あるけど来年再来年と今あと4回ぐらい続くので世界を目指せるチャンスは、なんか今焦らなくていいんじゃないって言われて、自分は多分周りに期待されるのはありがたいんですけど、その期待に応えたいから走るっていうよりかは自分が走りたいから走るの方が走るのかなって思って、リラックスできたっていうかホッとできて、あ別に今頑張んなくていいんだって思ったら、逆にその後調子が上がって今すぐ走れてる状態だなって思います。28番、川口桃が、入り口の29番。
ですごい楽に走れて、日本選手権に向けてすごいいいイメージがついたというか自信になったので、これからもう一段階レベルアップした姿を見せられるように明日からまた頑張ろうと思います。はい、79秒1、我慢するイメージ持って、もう積極的に前でレースを進めたいし、もうとにかく3番以内を狙って世界選手権に出るっていう挑戦を今年はしたいなって思ってます。妥協をしない姿勢にとっても感動しました。小西さん、ね、裏ではプレッシャーもあったり、うん、葛藤もあったと思うんですよね、うん、だけどその記録とか残さなくても、うん、その監督おっしゃってましたけど、それを見ている後輩たちにね、はい、すごい姿を見せて、それを私は残したと思うんですね、うん、こう諦めないとかね、うん、でやっぱりこう挑戦し続けることで道が開かれるっていうことをね、うん、姿で示した、はい、本当に素晴らしいなと思いました。そうですよね、はい、これからもまだまだその力強い走りを見せてくれると思うんですが、まずはあさってですね、日本のこの陸上の日本選手権というものが行われます。キャッチにも出演してくださった、以前出てくださった本郷選手や伊藤選手などもこの世界選手権への切符を目指して戦うということですので、うん、ぜひ皆さん全力で応援しています。